さあ、今日はついに花田ジム戦やっていくぞーっていうわけで、続きから始める。ゴリラのケツの穴っちゅうわけで、あ、待って、ポケモンセンター行ってないか。これもしかしてピカチュウ、あ、行ってるわ、よかった、ちゃんと行ってあった。花田ジムはここか。ジムって書いてあるんだけど。さあ、じゃあジム戦やっていくんですけど、今回もね、まあ例によって、縛りプレイがありますんで、その内容の説明になります。アニメでは、花田ジム戦は霞との勝負になるんですけど、ピカチュウが霞に女王が映ってしまって、ピカチュウの出番が、ないんですね。なので、2対2の勝負で、バタフリーとピジョンをサトシは出して戦います。まあ、最終的には、その、ロケット弾がね、邪魔に入ってきて、決着はつかないんですけど、このロケット弾を撃退したお礼みたいな感じでバッジをもらうことになります。なんで、まあ、今回の縛りプレイとしては、バタフリーとピジョンを使って、花ジムの攻略をしていく形になります。で、吹き飛ばしね、前回ゲットして、まあ、ちょっと、これ使って、バタフリーに技を覚えさせようかなともちょっと思ったんですけど、もうここで、バタフリーが吹き飛ばしを使うことはないんですよ。このジム戦において。なので、まあ、まだ覚えさせないでおこうかなっていうふうに考えてます。まあ別に順番前後する分には問題ないんですけど、縛りとしては。まあなんとなく、個人的にサトシ通りに行きたいなっていう感情からの理由だけです、これは。オース未来のチャンピオン。オース未来のチャンピオン。今日も一日張り切っていきましょうじゃん、これ。アドバイスしよう。ここのリーダー、霞は水に住むポケモンを使う。プロフェッショナルだ。こんな時は植物タイプで水を吸い取る作戦だ。それか電気タイプで痺れさせるのもいいぜ。まあ、ピカチュウはちょっと、霞に情が湧いてるらしいんで使えません。まあ、全員倒していくかね、とりあえず。さあ、何レベルぐらいなんだろう、大体。全然、おわ、溺れてんじゃん。まずは俺が相手だ。かかってこい。誰出してくるんだろう。初代の水タイプって言うと何が出てくるんだろうな。うわー、すごいな、肩が。フランキーみたいになってんじゃん。海パン野郎はタッツー出してきた。あ、タッツーね。お、レベル高い。え？結構高くない？とりあえず痺れさせよう。外したのはまずい。泡って結構食らわない？あー、でも5か。なら全然、大したことない。オッケー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 。わあ、動いてきたか。5ダメージね。とりあえず体当たり。どれぐらい入る？あ、急所でこれ。マジでか。全然入らねえじゃん。ちょっと待ってくれよ。え、急所めっちゃ入るじゃん。ありがたい。ありがたいけど。夏軌道で急所に当ててくれるとかっていう仕様、もしかしてここにあったりする？まあ、あるわけないけど。おい、めっちゃ当ててくれるじゃん。でも泡もめっちゃ当てられるんだけど。バタフリー、ちょっと自覚が芽生えてきた。え、また急所？ああ、違うか。さすがにね、3連急所で止まってしまったか。もう一回当ててくれ、急所。来い。ああ、惜しい。え、でも全然、一生もこいつ動いてくるんだけど。え、強。まひらせた意味。まあ、倒すことはできると。シェルだ。あ、シェルだ。ああ、まあ、とりあえずここはピジョンに変えよう。いや、ピカチュウのレベルが一番低いのに、ここで使ってあげられないのはちょっと残念だな。まあ仕方ない。とりあえず風起こし。どれぐらい入る？結構入るんじゃないか？おー、いいね。うわ、殻にこもる。めんどくせ。いや、でもこれ、特殊で攻撃してるか？この風起こしって。あ、違うわ。特殊じゃないわ、これ。そうだ。なんだっけ。誰かの硬くなるで、風起こしのダメージが全然通らなくなってるのを思い出したわ、今。いやー、めんどくせえ、殻にこもる。殻を破るとかはあるのかな？どうなんだろう？あるのかな？いや、ないよね、多分ね。わかんないけど。え、あるのかな？まあ、でもしてこないから。こいつはとりあえず持ってなさそう。初代にあるのかは知らないけど。よしよしよし、オッケー。おー、これ一回、あ、待って、まだ倒せてない、これ。これ一回一回ポケモンセンター帰んなきゃいけないレベルの戦いだ。ちなみに、多分もう一人いるよね。一応倒していきたいけど、海パン野郎との勝負にはとりあえず勝ったと。こんなはずはない。もう怒ってしまう。お前80円しか持ってないじゃん。そっか、水着着てる系のやつってポケモン全然お金くれないもんね。
ちょっと一旦戻る。さあ続きましてはこの女の子か。このポニーテールの子。もう戦わざるを得ないんだな。君なんて私で十分。霞が出る幕じゃないわ。誰出してくるかな。強そうではあるけど。え、何こいつ。ガールスカウト。あー、ガールスカウトね。今日帽子かけてきた。突殺銀を出してきたか。一体レベル高っ。え？やばいな。待って、レベル高っけーな。しびれまくれ。うわー、つつく。食らったし、効果抜群じゃん。まずいよ。これどうしよう。いや、全然入らねえ。眠り粉の方がいいかな。眠り粉の方が良かったのかもな、もはや。ちょっと待って、これ倒せるか。あ、でも、なんか、勝手に、なんかどうでもいい技を打ってくれてる。いやー、やばい。これはまずい。これ以上バタフリを戦わせたら死んじゃうから、ちょっとピジョンに引こう。さすがにね、死なせたくはない。死ぬと分かっていて戦いたくはない。風起こし。いやでも結構動いてくるなぁ。いや、眠りゴナの方がいいのかなぁ。痺れる確率がどんなもんなのか分かんないんだよね。ただ、次で突破かな、とりあえず。そろそろ、でもピジョンのレベルも上がりそうだけど。まだ上がんないかな。急所。無駄だなぁ、その急所。あ、18レベルになった。なんか覚えないかな。あー、覚えないか。あ、一体か。これ一体なんだ。よかった。じゃあまた回復してこよう。さあ、ラスト。美人三姉妹の出がらしとの勝負ですね。とりあえず、バタフリーは戦闘 OK。行こう。君はポケモン育てるとき、何かポリシーがある？私のポリシーはね、水タイプポケモンで攻めまくることよ。さあ、世界の美少女かすみ様が相手になるわ。行くわよ。マイステディ。お、そこも一緒なんだ。てか、ここから来てるのかな？どっちかっていうと、アニメの、あれのセリフは。さあ、かすみが勝負を仕掛けてきた。人出マンね、とりあえず。うわ、そんな角度なの？え？そういう角度なんだ。とりあえず、痺れ粉から。いや、相手の方が早い。しかも強くない水鉄砲。ああ、でも、言うても、これぐらいか。とりあえず、痺れ粉で人出マンを麻痺させていくと。ここまではアニメと一緒ですね。しびれ粉するとね、人手マンが水に入ってね、しびれ粉を洗うとかいう荒技をしてくるんですよ、アニメだと。いやー、でも全然、眠り粉の方がいいレベルだったかもな、やっぱりな。これ強くね？ちょっと待って、バタフリー、やばいな。レベルが高い。6ダメージね、とりあえず。あ、でも待って、水鉄砲だと死ぬ。あ、よかった。水鉄砲だと死ぬ。から、変えよう。ピジョンに。ありがとう、バタフリー。ここからはピジョンの出番だ。ディフェンダー？は？お前舐めてんの？ちょっと待て、ちょっと待て。お前くそ。ディフェンダー？え、そんなことしてくるんだ。え、こっちは回復、戦闘中の回復すら縛ってるというのに。え、へぇー、そんなことしてくるんだ。初代って。初めて知った。ディフェンダー積んでくるんだ。他の作品でこんなことしてくるのないよね。回復してくるのはあるけど。まあ、スターミーだよね。ここどうしような。一旦眠り子なしたいけど、耐えないよね。パタフリーがね。多分。まあ、このまま行くしかない。で、これ砂掛けで外しまくる未来を、結局、ニビジムと一緒なんだけど、砂かけまくることしかできない。うわー、だるい。ちょっと砂かけまくらないと多分これ勝てない。当ててきたし、バブル光線だし、やばくない？これはやばい。これは、え？いやでも砂かけるしかない。危ねえ！砂かけまくろう。とりあえず砂かけまくって、勝ち筋をなるべく広げていく。硬くなる。オッケーオッケー。そんなのは全然いい。どれぐらい？何回やればいいんだろう？砂かけって。もういいかな？もういいのかな？わかんない。加減とかあるの？この世代って。わかんねえ。もういいや。風起こし。いやでも意外と外しまくってくれてる。意外とっていうか。うわ、硬っ。おーい、デジャブ。デジャブなんだけど。ちょっと待って。この状態のピジョンで戦い続けて大丈夫な。おや、ナイスキーショ！でかいでかいでかい。あ、当たるな。オッケー。急所、急所、急所、急所。あー、ダメか。オーケー、外した、外した。
これもう何当たっても死ぬから。急所、マジで急所。おっきょっきょっきょ外しまくってくれてる。砂かけがマジで。おい、砂かけゲーじゃん。ちょっと待てよ。作中でサトシが砂かけ使ったのなんて一回だけだぞ。おい、もう砂かけゲー。これ急所で終わりだぞ。さすがに当たらない。頼む。あ、オッケー。これ勝ったんじゃない？あ、でも、耐えるか。耐えてくるか。耐えてきた。いや、でもこれ電光石火、いや、電光石火するまでもない。いや、待って、電光石火でよかったわ。危ねえ。よかった。おい、結局砂かけゲーじゃねえか。なんだこれ。めっちゃめちゃ砂かけするじゃん。オッケー。私の負け？しょうがない。私に勝った証拠にブルーバッジをあげる。オッケー。2079円もくれた。ブルーバッジがあれば、レベル30までのポケモンはおとなしく言うこと聞くわ。それがたとえ人からもらったポケモンでもね。それと、戦ってなくても、居合斬りが使えるわ。細い木を切り倒して通れるようになるの。あとこれは私の自慢の技マシンよ。11をもらった。11には何が収録されてるんですか？あー、言ってくれないパターンね。自分で見ろと。11、11、11、11、これか。バブル光線か。バブル光線がサトシ、バブル光線サトシが使うことってないよね。ない気がするな。ポッチャマがね、光のポッチャマとかバブル光線結構使うけど。あ、ヘイガニとかが覚えるっけ？確か。いや、まあヘイガニなんてゲットできないんで関係ないけど。確かヘイガニとかが覚えるような気がする。いや、思いのかめっちゃ早く終わっちゃったな。まあ、とりあえず。今回、あ、待てよ。じゃあもう、ちょっと長くなっちゃった。ついでに、次回に予定してたことも一個やっちゃうか。アナダシティの民家に用があるんだけど、ここかな？あれ？自転車屋だ。これ、100万円か。この店の自転車、物はいいけど高いよ。僕には買えないね。はいはい、いらっしゃい。ここはミラクル自転車屋。欲しいものある？買ってく？買わせろよ、お前。え、これ本当に買えるのかな？これどういう、あれなの？ネタだけ分かってるけど、うん、やっぱりママチャリかしら。マウンテンバイクに買い物カゴ似合わないもん。これ、結局乗れるの？乗れないの？分かんないんだけど。私も自転車欲しい。真っ赤な自転車。それで、汚すの嫌だから、お家に飾るわ、お前。買う意味ねえじゃん。とりあえず、ちょっと民家に用事があるんだけど、ポケモン図鑑を作ってる？それは楽しそうだな。ここかな？ここの、あ、この人、この人！これ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 。私はここで傷ついたポケモンたちの世話をしています。ここの不思議種もすっかり元気になったし、大事にしてくれるトレーナーを探しているの。探していますけど、私大事にしますよ。あー、まだ無理か。ピカチュウとの懐き度がマックスだといいんだ、よ、いいんじゃなかったっけ？確かね。ただ、これ、もらえ、ない？あ、まだもらえないのか。ちょっとピカチュウとの夏起動を上げてくるしかないな。で、夏起動上げの話になるんですけど、実はこのポケモン初代は、回復アイテムを効果がなくても使いまくれば勝手に夏起動が上がっていくんですね。ただ、それをね、やっちゃうと、すごく、なんだろう、ポケモンとの夏起動っていうか、仲良し度っていうか、それは、そんな風にあげるもんではないなってちょっと、サトシは絶対そんなことしないと思うんで、僕はちょっと、この不思議な根がもらえるまでピカチュウを、の夏起動を、上げていきたいと思います。どれぐらいかかるかわからないけど、とりあえず、上げてみる。ああ、お姉さん、ピカチュウがまた1レベル上がったぞ。これで、ちょっと夏起動上がってんじゃない？どう？私は、ここで傷ついたポケモンたちの世話をしています。この不思議な根もすっかり元気になったし、大事にしてくれるトレーナーを探しているの。目の前にいるよー。よし、19レベルになったぞ。これでいけるんじゃねえか。お願いだ、お姉さん。これで、その不思議な根を譲ってくれ。なぁ。まだ無理？え、ちょっと待って、19レベルで無理か。あー、やっと20レベルになった。今度こそいけるだろう。叩きつけるなんて覚えるんだ、ピカチュウ。え？叩きつけるはでも使ったことないから、いらないです。はい、諦めまーす。よし、次こそ、交換してもらえるんじゃないか？さあ、お姉さん、そろそろ交換してくれないとピカチュウでぬるゲーになっちゃうから、交換してくれ。大事にしてくれ、トレーナーを探してるの。お！来た！
そうだ、あなたの子、あなた、この不思議な根を面倒見てくださらない？はい、見ます。やったいやー、ピカチュウのレベリングちょっと時間かかっちゃったけど、なんとか不思議な根を仲間にできました。ありがとうお姉さん。不思議な根のニックネームはつけません。それじゃお願いします。やったね、ダネフシャゲットだぜ。ちなみにレベルは10なんだよね。なんだこの表示は、穴じゃん。よし、じゃあまあ不思議な根ゲットしたっていうことでね、今回はここまでで終わろっかな。まあちょっと次回までに不思議な根がちょっと10レベルはさすがに次の冒険に出るのになかなか大変だと思うんで、レベリングだけ軽くしておいて、次どこに向かえばいいんだろう。おそらくあれなんだっけ、マチス、クチバーシティに行くんだと思うんだけど、岬の小屋、ちょっと待って、これどうやってさ行きたいところをさせばいいのこれ。そうだよね、サントアンヌ号とかクチバジムとかが次だよね、おそらく。シオン、あ、シオンタウンが先？え、違うよね。え、わかんない、どこに行けばいいんだろう。玉虫、山吹、山吹シティ、どこ行けばいいんだろう。とりあえずクチバジムだと思うんだけど、次に戦うのは。だから南に向かって行けばいいのかな、おそらく。わかんないけど、とりあえずそんな感じを予定しております。というわけで今回はここまでで終わります。さよなら。